おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も嘘つきゲームまさき編をやっていきたいと思います。前回はね、日に日にちょっとストーカーチックになっていくまさきくんのお話でしたね。今回こそちょっと終わりに近づいてくるかな。いや、なんか終わる終わる詐欺してるんだよね、私さっきから。いやー、さっきからっていうか、まあ続けて撮ってるからさっきからなんだけど、前回前々回からずっと終わる終わる詐欺してるよね、私ね。これでもし終わんなかったらごめんなさい。続きやりましょう。今日はあいみさんと話せなかったな。どうやったら彼女ともっと仲良くなれるんだろう。まずはやっぱりお話ししないと仲良くなんてなれないよね。そうだ、家に行けばあいみさんと話ができるじゃないか。いやー、もう本当にやばい。いやさすがにそれはまずいよね。家に来たらさすがに引くだろうし。でも、もっと彼女と親しくなりたいな。このまま悩んでいても、あゆみさんとは親しくなれない。よし。あゆみさんに会いに行くぞ。そして、そこで告白しよう。僕の正直な気持ちを伝えるんだ。彼女に気持ちを伝えればきっと、彼女も、僕の気持ちに応えてくれるはずだよね。実は以前、彼女の SNS で自宅付近で撮影したと思われる写真を見たことがあった。そのため、おおよその彼女の家の場所は分かっていた。ひー。そして次の日、僕はすぐに彼女の家へと向かった。怖いよ、本当に。怖いよ。ああ、なんか背景かっこいいな。ここら辺のはずなんだけど、どこだろう。僕はあいみさんの家の近くで待ち伏せした。それから1時間後、1時間待ってるよこいつ。遠くから一人で歩いてくるあいみさんの姿が見えた。あいみさんだ。相変わらずあいみさんは綺麗だな。よし、彼女に告白しよう。しっかり僕の思いを彼女に伝えるんだ。僕は彼女の前に飛び出した。立川あゆみさん。桐谷正樹です。お久しぶりです。覚えていますか。ほら、駅で落とし物を拾ってもらったものです。そういえば毎日 SNS にコメントしてましたけど、見てくれましたか。最近返信がなくて心配してたんです。でも毎日、あなたの投稿を見てるだけで嬉しくって。それに、この前は駅で突然呼びかけてしまってごめんなさい。驚いちゃいましたよね。今日は、あなたに伝えたいことがあるんです。僕と付き合ってもらえませんか。そうですよね。びっくりしちゃいますよね。でも安心してください。僕が必ずあなたを幸せにするので。ごめんなさい。付き合うことはできません。私、帰りますね。どうして？あゆみさん？ねえ、どうして付き合ってくれないの？これ以上、私に関わらないでください。迷惑なんです。なんでだよ。僕は、こんなに君のことが好きなのに。やめて！気持ち悪いんです。毎日、あなたに監視されているようで。気持ち悪い？何を言ってるの？お願いです。もう、付きまとわないで。なんで、僕を拒否するんだよ。僕は、こ
こんなに君のことを愛してるっていうのに、君も僕のこと理解してくれないの？理解も何もまともに喋ったこともないですよね。それで理解してくれとか付き合ってくれとか意味不明です。やめてください。気持ち悪い。なんだって？今なんて言った？お前、やめて。近づかないで。アイミー、アイミー、アイミー。そして気がつくと僕は彼女の首を絞めていた。どうして、どうして分かってくれないの？君は僕になんて書いてあった？今スキップしちゃったよ。それも嘘だったってこと？アイミさん。それからしばらくして僕はふと我に返った。アイミさんはすでに息をしていなかった。あれ？あ、あゆみさん？僕、そんなつもりじゃ、そんな、目を覚ましてよ。しかし、彼女は息を吹き返すことはなかった。僕はしばらく、彼女を腕の中で抱きかかえたまま、涙した。腕の中で眠るあゆみさんはとても美しかった。ごめんね。殺すつもりなんてなかったんだ。でももうこうなった以上仕方がないよね。それにあゆみも悪いんだよ。僕のことを気持ち悪いなんて言うから。さて、これからどうしようか。大丈夫。安心して、アイミー。僕は、君の分まで幸せになるからね。でも、このままだと警察に捕まっちゃうな。どうにかして、警察を騙さないといけないか。そうだ。いいこと思いついた。そこから、僕は警察の目を欺くため、彼女を自殺に見せかける偽装工作をした。そして警察はまんまと騙され、彼女は自殺したと処理された。これがかつて僕が犯した殺人。だから僕は、紛れもない殺人鬼なんだ。僕は彼女の写真を見ながら、過去のことを思い出していた。あゆみさん、君を思い出すとつい顔がほころんでしまうよ。また会いたいな。あっと、いけない。今はそんなことしてる場合じゃないんだ。早く証拠を見つけて回収しなきゃ。僕は殺されてしまうんだ。それにしても昨日はこんなところに写真なんてなかったのに、今探したら見つかったっていうことは、主催者が新たに証拠を置いているってことだ。ゆっくりしている暇はないな。早く探索を再開しよう。そこから僕は人形部屋で証拠を探した。しかし、新たに自分の証拠を見つけることはできなかった。この部屋に僕の殺人に関する証拠はなさそうだ。他の部屋を探そうかな。地下にある他の部屋は、プレイルームと倉庫か。とりあえず倉庫から探してみよう。そして僕は人形部屋を後にして倉庫に向かった。探索開始。
あーなんかいろいろあるね。ちょっと待って、一旦ちょっと区切ります。鼻を噛みたい。はい、噛んできました。なんかいっぱいあんな。え、こんなにいっぱいあった。これはまあ日記だよね。これは、え、日記、どうやら子供が書いたものみたいだ。なんで日記がこんなところにあるんだろう。不気味だな。中身を読むのは後にしよう。これは？床に何か落ちてる。これは手紙か？どうやら女性から男性に宛てたラブレターみたいだ。中身は特に変わったところはなさそうだ。関係なさそうだし、今は置いておこう。ん？女性に宛てたラブレター？って書いてあった？ということは、そうか、聖子さんに言い寄ってた男かな？これ多分聖子さんの人形でしょ？あ、違う？人形？この人形、どことなく聖子さんに似ている気がするけど、そうだよね。聖子さんと何か関係があるんだろうか。それに、結構使い古されてるな。誰かが使っていたものなのかな。うん。これは、ボイスレコーダー。何か録音されているんだろうか。ごめんなさい。ごめんなさい。もう二度と、こんなことは。びっくりした。今の悲鳴、もしかして、誰かに殺された？考えすぎだよね。で、これは？この箱は何だろう？周りは、接着剤で固められているみたいだ。赤字だとさ、パッと読めないんだよね。あれ、よく見ると、箱の横に何か書かれてるな。偽りの美貌。偽りの美貌って、一体何のことだろう。箱は接着剤で開きそうにないし、無理やり開けるにしても、道具が必要だよな。先に他のところを探そうかな。とりあえず、これは置いたままにしておこう。ふむ。で、これは？これは何だろう。これって、婚姻届。どうしてここにこんなものが置いてあるんだ。それに、こんなに大量に置かれているなんて。ん？よく見ると、婚姻届に書かれている女性の名前は全部同じ名前だ。村田香織。誰だ？聞いたことない名前だな。嘘つきゲームの参加者にも、こんな名前の人はいないし。でも、参加者に関係ないものが置かれているなんておかしいよね。ということは、この名前は誰かの偽名？そうだ。一日目に処刑された大里さんだって、偽名を使っていたんだ。他の人が偽名を使っていてもおかしくない。でも、一体誰？村田香織。明らかに女性の名前だし、普通に考えて、偽名を使っているとしたら、三人の女性の中の誰かだよね。さすがにこれだけじゃ、何とも言えないな。とりあえず、今後何か役に立つかもしれないから持っておこう。そうだ。こんなことしてる場合じゃない。まずは自分に関する殺人の証拠が他に残されていないか探さないと。そして、僕は再び倉庫を調べ始めた。ごそごそ。しかし、僕の証拠になりそうなものは何も見つからなかった。倉庫には僕の証拠はもうなさそうだ。それにしても、この大量の婚姻届は一体何なんだろう。これが鍵だったのか。もう一個あったよね、調べられそうなさ、やつ。やっちまった。まあいいや。ひとまず倉庫を調べるのはやめて、他の部屋も調べてみよう。誰かに見つかる前に、僕の証拠を見つけておかないと。おお、初めてアイテム入手。あ、調べられる。よかった。これなーに。なんだこれ。あ、これピョートルの壊れたやつか。うわ、気
気持ち悪い。これって人形だよね。どうしてこんなにぐちゃぐちゃに。何が目的でこんなところに置いてるんだろう。あとは調べられそうなものはないね。じゃあプレイルーム行こう。プレイルームに多分聖子さんが、あれまだいなかったわ。え、いっぱいあるね、なんかね、証拠。もう全然もう、じゃあ主人公は寝すぎ。これは？ん？新聞記事。前に見た時はこんなものなかった気がするけど、記事の中身はどうやら男性が自殺したという記事のようだ。自殺の原因は新聞が破れていてわからないけど、自殺した男性の名前なら書いてあるぞ。ん？なんだか見覚えのある名前だと思ったら、この名前さっき見つけた婚姻届に書かれてなかったっけ。僕はさっき手に入れた大量の婚姻届を取り出した。確か、あ、この婚姻届だ。大量の婚姻届の中に記事に書かれた男性の名前と一致するものがあった。どうして婚姻届に名前が書かれた男性が自殺なんて。一体この男性に何があったんだろう。もう少し他を調べてみよう。うん、ちょっとこれが、この青いやつが一番気になるから違うのを調べたいんだけど、これは？これはポーチかな。誰のものだろう。誰かがここに置き忘れたのか。中は化粧道具がびっしり詰まっている。特に怪しいところもないし、他の場所を探してみよう。これ聖子さんのポーチやろう、絶対。で、これは関係ない。ああ、センター祭。うん。他は調べられないから、じゃあこれを調べようか。金庫？あ、これ金庫？へえ。これも昨日見たときはなかったはずだけど。とりあえず開けてみよう。ガチャガチャ。鍵がかかってる。中身が気になるな。あ、もしかしたら、この中に僕の殺人の証拠が隠されているかもしれない。もしそうだったら、先に誰かに開けられるとまずいな。先に鍵を見つけて中身を回収しないと。鍵は一体どこにあるんだろう。探してみるか。化粧ポーチの中に入ってたりしない？入ってたりしないね。ということは、一回違うところを見に行かないといけないね。人形部屋もう一回行くか。おー、びっくりした。これはミクさんの人形だ。怪しいところは特にないみたい。はい。お、光ってる。あ、これ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 。ん？棚の上で何か光ってるような。僕は棚の上に手を伸ばした。うん。あ、鍵だ。これは鍵だ。もしかしてさっき見つけた金庫の鍵かな。どうしてこんなところに鍵が置いてあるんだろう。まあいいや、とにかく金庫の中身が心配だ。僕に関する証拠だったら他の人が発見してしまう前に回収しなくちゃ。早く金庫を開けてみよう。うん。いや、これなんだっけ。あ、これ写真ね。ピョートルとかいう人形に似ていないか。思い過ごしかな。このまま置いておくか。ということで、プレイルームに戻る。で、鍵を使って開ける。さっき見つけた鍵を使って早速この金庫を開けてみよう。カチャカチャ、やった、開いた。中身は指名手配の紙。金庫の中に僕が不利になる情報が入っていたらどうしようかと思っていたけど、これは僕とは関係なさそうだな。じゃあこれは一体誰のものなんだろう。よく見てみるか。顔写真は汚れていて見えないな。犯人の名前は村田香織と書いてある。あ、この名前ってさっき見つけた
大量の婚姻届に書かれていた女性の名前だ。もっと指名手配の紙をよく見てみよう。彼女の罪状は結婚詐欺。しかも詐欺の被害者の多くは追い詰められた末に自殺しているみたいだ。男を詐欺にはめて自殺に追い込むなんて殺人と同じじゃないか。犯人は整形を繰り返していて現在も逃亡中だって。結婚詐欺か。なるほどね。さっきの大量の婚姻届、あれは指名手配犯の村田香織が結婚詐欺に利用したものなんだろう。あれだけ大量の男を騙して詐欺していたとは。村田香織という女性は恐ろしい。でも嘘つきゲームの参加者に村田香織なんて人物はいない。彼女は一体誰なんだろう。もしかしてここにいる女性参加者の中の一人なんてこと大いにありえるよね。女性陣の中に結婚詐欺師がいるとして、まずミクさん。さすがにアイドルのミクさんは結婚詐欺なんてできないだろう。次に沙織さん。沙織さんはまだ女子高生だ。結婚詐欺をするには現実的じゃない気がする。消去法でいくと聖子さんが結婚詐欺師なのか。全く確証は持てないな。でももし聖子さんが村田香織なら、結婚詐欺により大量の自殺者を出しているんだ。これは殺人をしているのと同じことだよね。このままうまく証拠を見つけることができれば、嘘つき会議で聖子さんを追い詰められる。ここまで自分の証拠を早く回収しようと思って部屋を調べていたけど、これだけ部屋を探しても何も見つからないんだ。一旦自分の証拠探しはやめにして、この結婚詐欺に関する事件の証拠を集めてみてもいいだろう。嘘つき会議で優位に立つためにね。さてもう少し念入りにこの辺を探してみるか。いやー、聖子さんとばったり出くわしそうなんですよ。怖いね。もう少しこの辺をって言ったな。ということはポーチもう一回見るか。あー、じゃあダメだ。ちょっと待って、じゃあ一回倉庫に戻ろう。倉庫にもあったよね、これ。これとかこっち、こっちじゃない。あ、関係ない。あー、あ、そういえば、なんだ。さっき見つけた結婚詐欺師の指名手配書には、犯人は整形を繰り返していて、現在も逃亡中って書いていたな。もしかして、偽りの美貌って整形した犯人と何か関係あるのかな。もしかしたら、この中にその真相がわかる証拠が入っているのかも。だけど、周りが接着剤で固められていて開けられない。どうにかして箱を開けられないかな。接着剤か。そうだ、確か前に読んだ本で、除光液のようなものがあれば接着剤を溶かすことができるって書いてあった気がする。除光液か。除光液なんて普通に落ちているわけないよね。何か別の方法を探すか。どうしよう。とにかく他の場所も探してみよう。これで分かった。化粧ポーチでしょ。ポーチ。恐る恐る中身を調べてみた。これは化粧道具が入っている。なんでこんなところに化粧ポーチが。誰かの忘れ物。いや、ありえない。だって地下のこんな場所に化粧をしに来る人なんていないでしょ。じゃあ一体誰が。他の女性たちはきっとこんな場所で化粧ポーチなんて持ってこない。もちろん彼もありえないと思う。まさか、あいつか。もしピョートルが次の嘘つき会議を進めるためにこんな仕掛けを用意したとしたら、さっきあんなところで写真が見つかったのも辻褄が合う。でも一体どうしてこんなことを。くそ、今は考えてる暇なんてないよね。とにかくこの化粧ポーチの中に除草液じゃないです。
とにかくこの化粧ポーチの中に除光液が入っていないか確認してみよう。ごそごそ。あった。除光液だ。でも本当に除光液が見つかるなんて、この状況、やっぱり偶然にしてはできすぎているよね。まあ、今はこのゲームの裏を解き明かすより、目の前の証拠を探す方が得策だろう。よし、除光液も手に入ったし。これで、あの箱の接着剤を溶かすことができそうだ。早速、さっきの箱を開けてみよう。OK、行こう。こいつだ。結構でかいよね、この箱。よし。てか何入ってんだろう、怖いんだけど、普通に。だって、何、偽りの美貌ってことは、今までやってた顔写真とかがいっぱい入ってる？ん？どうなんだろう、わかんねえ。さっき見つけた除光液で、接着剤を溶かしてみよう。おー、溶けた、すごいな。よし、開いた。よかった。なんとかうまくいったみたいだ。それじゃあ早速、箱の中を見てみよう。ごそごそ。ん？これは、女性の写真？何か見覚えがあるような。あれ？他にも何か入ってる。これは、病院のカルテ。これは、整形手術のカルテだ。それに村田香織って書いてある。ということは、この写真に写っているのが村田香織。あれ？なんだろう。やっぱりこの顔、なんか見覚えが。まさか、これ、聖子さんじゃないの。写真はまるで別人のようだけど、雰囲気は似ている。もしこれが本当に聖子さんなら、聖子さんは、結婚詐欺で何度も相手を自殺に追い込んだ殺人鬼。僕、もしかしてすごい証拠を見つけてしまったかも。でも、この証拠だけじゃまだ言い逃れできちゃうか。さっきの写真と聖子さんが同一人物だって言い切れないし、聖子さんを追い詰めるにはもっと決定的な証拠を見つけないと。もっと他の場所を探してみよう。他の場所。その後も地下にある部屋を探してみたが、それ以上証拠は見つからなかった。地下で見つかったのは、大量の婚姻届、指名手配書、それに、聖子さんと思われる整形前の写真の三つか。地下にはこれ以上何もなさそうだ。今ある証拠から、聖子さんが殺人鬼であるというのは言えるかもしれないが。ただこの証拠だけじゃ嘘つき会議では不十分だ。今のままじゃ言い逃れが可能。頭のいい彼女ならきっとうまく言い逃れてしまうだろう。とりあえず、この階はもう何もなさそうだし、上の階を探すか。上には僕の殺人に関する証拠がまだ残っている可能性もある。そして、僕は上の階に向かった。この階には、トイレ、シャワー、リビングルームの二部屋があるのか。よし、早速探そうかな。そうか、トイレとシャワー一緒なのか。そう思った瞬間だった。ガサガサ。ん？今音がした気がするけど。してるね。やっぱりだ、この階のどこかから、音がする。どこからだろう。僕は息を潜め、音のする方に近づいた。この方向、リビングルームかな。僕はそっと、リビングルームを覗いた。あれ、リビングルームだっけ？殺したのって。あ、聖子さん。何か漁ってるみたいだけど。あれは僕のカバンだ。どうしてこんなところに僕のカバンが。カバンは男子部屋に置いてたはずなのに、あいつが男子部屋から持ち出したのか。どうしてそんなことを。
俺のことを疑ってるってことか。彼女のことだ。疑ってもない人のカバンを盗み出して調べるなんてリスクを犯さないだろう。僕は疑っていると考えて間違いない。かなりまずいな。もしかしたらすでに僕の証拠を集めているのか。こうなれば彼女に直接聞いてみるか。でも突然部屋に入ったら大声を出されるかもしれないな。彼女が部屋から出るのを待って廊下で自然に話しかけるか。そして僕は聖子さんが部屋から出るのを待った。ここで終わるんかーい。いやでもやっと聖子さんがなんかモソモソしてるところに出くわしたな。これは次回でついにラストになるのではないかって、これ毎回言ってんだって。だから結構ボリューミーだったね。あのサイドストーリーみたいなさ、その狼ゲームのサイドストーリーみたいに結構短いストーリーなのかと思ってたけど結構長いね。これ一気に撮ってると喉がちょっとしんどくなってくるわ。まあとりあえずは今回はこれで終わりにして次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。おつぴよでーす。